企業 TV 新薬スポーツ王の道。この企画はですね、はい、まあ、私たち MC2 人がですね、いろんな部活に、まあ、お邪魔をしまして、まあ、挑戦をしましてですね、スポーツの道を、スポーツ王への道をちょっと極めていくという企画になってます。はい、はい、で、今回はですね、バドミントン部にお邪魔をしておりまして、ありがとうございます。部員数がなんと120名ほどということで、まあ、本学でいくと、まあ、10人に1人はもうバドミントン部と言っても過言ではない。でなおかつ、まあ、男子もですね、この間、6役でも1位だったということも聞いてますし、はい、去年も1位だったと聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。名実ともに勢いに乗ってる部活ですので、ちょっと今回ですね、胸を借りて、スポーツ王への道を極めていきたいと思います。はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、今からですね、はい、ちょっと対決をさせていただきます。お願いします。お願いします。今の部長さんと前の部長さんと、はい、まあ、去年なんかの大会でダブルスを組んでらっしゃったペアというふうに聞いてますので、はい、今回、普通は21点マッチなんですよね、バドミントンね。ワンセット以上です。知らなかったんですけど、はいはい、今回はちょっと体力的な問題があるので、はい、11点マッチでさせていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。セオリーは分かんない。今緊急で動画を回してるんですけど、ちょっと緊急事態が発生したので、マッチをこれで終了しようと思います。今日は本当にありがとうございました。ちょっとどうしようかな。もしよかったら、その
残りの3人のメンバーのうち2人と、その結構なんでしょう、エキシビション的な感じでやってもらうみたいな感じでもいいですか。はい、じゃあそうさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。そうしましたら最後に部活動紹介の方部長からいただけますでしょうか。はいはい、今部長をやっている西野優馬です。バドミントン部は今120名ほどいるすごく大きな部活なんですけども、大会優勝できるメンバーから、楽しくワイワイしている人までたくさんいろんな人がいます。で水金日曜練習しているので、またぜひ体育館に遊びに来てください。ありがとうございます。まあ、今日はちょっとねアクシデントがあって、ちょっと MC とのバトルっていうのはちょっとなかなかできなかったんですけど、代わりにねエキシビションマッチを見せていただいて、まあ、非常に強いなっていうか、まあ、私素人なんですけど思いました。楽しそうな部活なんでぜひまた遊びに行ってもらえればと思います。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。企業 TV